皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。日本サッカー協会が7月に不同意性交容疑で逮捕された後に不起訴となったドイツ一部マインツの元日本代表 MF 佐野改修23の今後の招集について見解を示した。佐野は都内のホテルで女性に性的暴行をしたとして不同意性交容疑で逮捕された。 その後、8月に知人の男性2人と共に不起訴処分が出ている。今回に移籍したマインツでは、すでにプレーを続けており、今後活躍を続ければ実力的には代表復帰の可能性も十分に出てくる。19日に行われた日本サッカー協会の理事会後、都内の JFA ハウスで会見した湯川和幸専務理事は佐野の今後の招集について言及。佐野選手については、 呼ぶ呼ばないといったところは状況がどうなのかを考慮した上で判断していくと方針を明らかにしたそしてサッカー協会の中ではしっかりプレーできる状態なのかどうなのかの判断もあるしやはり招集ごとなので我々がリクエストしてそこはクラブとの話し合いにもなってくると語った1月末に青加街が報じられて代表から離脱した MF 伊藤純也スタッドランスは 8月に出た不起訴を経て9月の北中米 W 杯アジア最終予選から復帰を果たした今後は佐野の招集について注目が集まるどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう